今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第1話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。紅伝説から直結してるな。省かれてたエピもここで回収か。露骨に劇場のすぐその続きってアピールがすごいな。やっぱキャラデザが変わってるな。変顔した時の顔が特に違う。クズマさんが相変わらずで安心した。ブランクと制作が変わった割にノリはそのままだったな。このスバはやっぱこの4人揃わないとだな。劇場版から久々に見たけど相変わらずのノリで安心した。特別期待もしてないけど楽しみだわ。うちでの小槌から出たお金が偽金でしたというオチかと思ったら小槌盗まれちゃった。面白かった。メグミントのフラグがビンビンに立ってるけどくっつくんか。原作は知らん。1話から飛ばしとるな。メグミンのヒロイン力が増してる。ラブコメか。風の噂でこのスバ3期から恋愛成分増えてくると言われてたけどマジだったんだな。ずっとギャグ全振りで行くんだと思ってた。アイテム入手してる時点でカズマさんがバッサリやっとる。あえて描かないあたりはうまいと思った。作画意識に近くなってるのか。違和感がない。相変わらず面白くてよかったわ。安楽少女はフリーレンの魔族を思わせたけどギャグで即終了させたのは笑った。うちでの小槌をクリスが盗んでいったのはエリス様関係の品なのかね。安楽少女の上位種の安楽王女が出てくるのは本編だったか外伝だったか忘れた。映画版でカットされた部分のフォロー結構あったかな。一話実はコウマの里でメグミンがもっとダイレクトに好意をぶつけてきてるんだけど劇場版では本気なのかどうなのか曖昧な感じにされてたんよな。映画の続きからの話になってんのかな。見たのだいぶ前で忘れちゃったぞ。安楽少女、小清水さんだったのか。今期も忙しいな、この人。見るのに気嫌いだけど全然変わってなくて安心した。下打ちは小清水さんのアドリブ死ぬほど面白いわ。今期ナンバーワン安定。やっぱりこのスバはカズマがいないとダメだな。実家のような安定のクズっぷり。爆炎は別に悪くなかった。カズマの存在がそれだけ大きい。面白かったけど取り留めのない一話だった。次回から出てくるお姫様がメインのエピソードなのか。安心して視聴できる安定感があるな。オープニング見たけどまたカズマさんが網折りで殺されてて草。通算4回目ですやん。相変わらずこの作品はアニメで映えるな。新キャラの王女様、ともどもはヨカエルに食われてほしい。ストーリーはダクネスの実家軸に始まるのかな。ダクネスのドレス姿もご無沙汰だが、いい感じにアニメでカットしたの回収してたな。ジェシンちゃんロスで開いたクズの穴がやっと埋まる。この表情ゲートはゲイでしか得られない栄養分がある。原作だとカズマのレベル上がってて倒したのがバレたんだっけ。擬態少女殺したのか。カズマさん食糧軍人やんけ。やっぱカズマが中心にいると面白いな。リア充爆発しろとかよりリア充カズマ爆発してほしい。小清水さんをちょっとでモンスターに使ったのか。演技は難しそうだったがともあれ最後の絶叫といい声優泣かせのアニメだな。ダクネスはなんで汗かいてたの。貴族剥奪されるってどういうこと。こんな奴らを王族の前に出したら不敬罪でお家を取り潰し不可避だと思ったからでしょ。このスバの面白さってカズマのキャラとカズマの声優のうまさで 99% 成り立ってるわ。やっとこのスバのアニメ第3期が放送されて感動のあまり涙が出ました。安楽少女のくだりは原作5巻のストーリーの中でも屈指の面白さだと思ってたから3期でアニメ化してもらえて感無量です。好きすぎて昨夜見たけど今朝もう一度見る。なんかダクネス可愛くなってない。安定の面白さ頭からっぽで見ていられる。アイリスとの掛け合い楽しみです。会社変わるって聞いてたから絵柄だけどうだろって思ってたけど正直想像以上だった。ちゃんとはちゃめちゃなとこ残しつつ綺麗なとこは綺麗だししかも可愛さプラスされててもうひたすら最高すぎる。
ストーリー仕立てのオープニングが本当に大好き。またカズマが無茶してる。あの役のために何度もオーディション受けたらしいぞ、小清水さん。舌打ちはアドリブだそうだ。このスバにしては作画が良すぎた気がする。もう少し溶けてても良い。安定して面白いな。3期は映画と繋がってるのか。カズマが王女と会うのがなんでダクネスの王位に関係あるんだ。2期1話のキレッキレのギャグに比べると勢いが物足りないけど、このスバが帰ってきた感じはとてもいい。水曜は安心できそうだな。映画やら爆炎やらがあったとはいえ、8年越しの続編とはめぐみんの胸が熱くならないな。やっぱ面白いな。今のところ今期1だわ。2期までダクネス派だった。そして3期まで待てなくて先の展開読んだ時、ダクネスが結構常識人枠になってて全然魅力を感じなくなってがっかりしてたが、3期見て声がつくと全然印象違ったわ。やっぱりダクネスいいなってなった。1期からもう8年も経ったのか。そりゃおっさんになるわ。安楽少女の本性は小清水亜美だったんだな。チンピラ役ばかりやってるので様になっとるのはさすがである。アクアは終始安定のクズで好き。やっぱりアニメ化するときはこのぐらい原作改変しないと面白くならないね。久しぶりのこのスバでした。有無を言わせぬテンポでグイグイ来る。安心して見れるなぁ。安楽少女さすがの演技力、案の定なオチが良き。この愛すべきドタバタが見れる幸せ。このスバ面白すぎんか。映画とのつなげ方うますぎるし、記憶が正しければしつこいシルビアや湿気のとこは兄折りだし、小月拾ってホクホクすぎて安楽少女倒したことをメンバーに怒られなかったのも兄折りだと思うし、原作で映画見てもめっちゃ面白い笑い。メインの4人の掛け合いが肝だから、誰かが降板しない限り大崩れしない約束された勝利のアニメ。脇も上手い人揃えてるし。小清水さんやはりすごい。カズマさんの精神が神優並みに壊れてて、やはり異世界は怖い。結局あの日欲をそそるモンスターは成敗されたの？めぐみんは制御不能な暴走原発炉みたいな一番危険な存在じゃん。やっぱカズマとアクアいてのこのスバだよなって改めて。植物少女、このスバでものすごく既視感あるんだが、本当に初めての登場？アクシズ京都の幼女やん。クズマにサインさせようとした。アクセルの町へ帰る途中、カズマによって首をはねられた安楽少女の死体を目撃した際のアクア、メグミン、ダクネスの反応を見てみたい。埋葬したろ、さすがに。小槌盗んだ盗賊女、後で制裁されないかな。やっぱカズマがいないと始まらないな。メグミンだけでは物足りなかったところだ。とても良かった。まず1話で金崎監督がこのスバの型を忘れてないどころか、こっちに気を使って少しセーブしてる感じすらした。声優陣の掛け合いも相変わらず楽しいし、オープニングも楽しい曲でグリグリ動くし文句ない。毎週の楽しみが増えた。あの少女の魔物カズマ一人に負ける雑魚なのか、根っこ自在に出せそうだから競争ではあったが、表情豊かなカズマさん見れるのはアニメの魅力だよね。変わらずで安心した。クソおもろいわ。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第2話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。アイリスやっぱ可愛いなぁ。このファンやり直そうか悩む。エンディングにいるでかいおたまじゃくしなんやっけ。よくある姫様像から外れるけど、アイリス様可愛かった。スティールオチは読めたけど笑えたわ。2話も面白かったわ。アイリスめちゃ可愛い。アイリス最初はこんな感じなんか。カヤノンの演技には増えたわ。ダクネスの表情には笑ったけど、意外にいい話だったかも。どんどん可愛い妹ヒロインになっていくぞ。色物じゃない頭のぶっ飛んだ正統派ヒロインだからな。珍しくかっこいいダクネスはカットされなかったようだな。そういやめぐみんの協力ってヨイザブローへの仕事斡旋かと思ってた。あれはバニル経由だっけか。おいおいダクネス、めっちゃエッチな声やないかい。あの花のメンマの絵に当てておこう。アイリス可愛かったな。ついでにララティーナも。
カズマやると思ったわあれ。クズマさん異世界人を下に見るアクアを咎めてたけど、クズマさん自身も内心ではあの世界のこと文明が劣ってると下に見てるんだよな。心に思ってるのと実際に言葉に出すのとでは天と地ほどの差があるんだ。思ったことをすぐ口にしてしまうからだ女神なんだ。大活躍だったなララティーナ。3期でもこの安定した面白さはすごいな。ダクネスが獣みたいな声出してた。相変わらずパンツをスティールしてて草。選べないんだっけ？パクる対象って。選べないがカズマが女性相手にスティールすると、高確率でパンツになる。ライターホイールロック機構が作れるなら、全操縦とかも売り物になりそうだな。やっぱりミツルギからパクったのは偶然で合ってるのね。でも幸運値が高いと狙ったものが盗める可能性が上がるそうだから、ミツルギ相手のは狙ってやったんだろう。女相手だとスケベ心が入るから狙いがバグるんじゃね。童貞のカズマさんゆえの不幸。カズマとメグミンはいい感じだったのか。この理白の目をもってしても見抜けなかったわ。原案の方のメグミンはチョロすぎて失敗だったって確か作者が言ってる。カズマがアクアにライターのこと注意してアクアが泣く時のアングルや顔の作画がなんか今まで見たことないのだった。庭の最後、どういう意味なん？なんか大きな城の前に瞬間移動したやつ。アイリスたちが城に帰還する時にカズマが拉致された。アイリスと食事をしてたのは別館で、ラストにカズマさんを転移魔法で拉致ったのは本来住んでる王城。安定した面白さだったな。やっぱりこのスバは最高や。お別れの時、酔いつぶれてるアクアの手を振ってあげてるメグミンの優しさよ。カズマさんってメグミンとダクネスの脱ぎ散らかしでいたしてるのか。庭もめっちゃ面白かったけど、変顔のディフォルメ作画が巷にある量産型になったのはちょっと気にはなったな。まあ声優の掛け合いが面白さのメインだから絵は時期に慣れてくるだろう。次回予告でハンスが魔王様もこちらに来た時はぜひ寄ってくださいって書いてるけど、魔王様も呼ばれちゃうのか。福島純さんの芝居が今期のあのアニメの青井翔太さんの芝居そっくりでクソ笑ったわ。このスバは面白い。この世界は素晴らしいや。創造神に感謝だ。には冒頭からダクネスで大笑いしてしまった。パンツ盗んでよく許してくれたな。剣を腕で受け止められるダクネス硬すぎだろ。アクアの下着くんかくんかとカズマのチェンジは最高だった。やっぱこのスバはこうでねえと。夜中ごそごそしてると、この尻を向けてくれるとかマジ女神。まあ仮にパンツ取られて昼まず月光して首ちょんぱされたとこでも女神と会ってから生き返るだけだからな。もうどう転んでも幸運。魔王軍幹部3人も倒してもまだ未来の勇者候補なのか。幹部が何人いるか知らんし、他の冒険者が何人倒してるかわからんが王女様から声かかるほどの異様なのにひどくない？王女様が一番可愛いな。やたらスピンを叩くやつなんなの。カズマしか興味ないのか。面白かったぞ爆炎。カズマだけしかいないスピンオフも多分面白くない。それが答えな気がする。カズマが誘拐されてしまった。カズマは王女のおもちゃにされそう。ララティーナ防具なしでも傷一つで済むんだな。硬すぎるだろ。むしろララティーナに傷をつけられる剣が強すぎる。防具いらなくね。ダクネス子供の頃からでかかったのか。ダクネスほんと可愛い好き。なんでこんな可愛いんだララティーナ。アクアに指摘されて必死に寝癖を直しても、結局直せないアイリス様、可愛すぎはしませんか。このパーティー、ちゃんと誰かがツッコミ役になるから面白い。王族の前ではララティーナな一面を維持する様子を見て、カズマたちと出会って色々と解放できる現状は、ダクネスにとって居心地良いのだろうなと勝手にエモを感じております。オープニングの城から出た直後の走りながらの回り込み、一瞬だけどすごくない？ダクネス、お前さんは本当に安定やな。1話は微妙に感じたが2話は面白かったし泣けた。ギャグ満載なのに感動させに来るとはやられた。アイリス王女も可愛かった。拉致られて次回はご褒美会ですか？このスバはやっぱりアフレコが面白すぎる。特に今週は茅野さんのアフレコが輝いてた。ボケもできるしツッコミもできて、もう最強。待望のアイリス王女登場。案の定のパンツスティールには笑った。不作法なカズマ一行に戸惑いつつも、次第にカズマへの好奇心を募らせていく王女の心理描写は良かったなぁ。
最後にカズマを連れ去る王女に、次なる展開が今から楽しみすぎる。このスバ3期には見て思ったけど、やっぱりアイリスは可愛い。原作から推していましたが、やはりアイリスは可愛い。ダクネスがメイドで視聴者を全員脳殺不可思議なシーンから始まる3期には、こんなカズマにグイグイ攻めるダクネスは割とレアな。結構際止めで昼間見るのは少々辛めかも。ついにアイリス様が登場。かっ可愛すぎる。これは人気でそう。このスバのギャグのテンポ感が本当に良い。ド M クルセイダーのダクネスですが、珍しく貴族のララティーナとしての毅然とした表情が見られました。妹を諭す姉のよう。原作でも大好きなシーンです。あ、アイリスが動いて話してる。この時を何年待ったことか。メイド服のダクネスエッドライターで人も受けしたりして意外と充実してるねんな。アクアたちの服をクンクンするのは男として仕方がない。テンポよくて面白いねー。ほんとカズマさんも敵だな。あと今回のアクアは飛んだ爆弾を投げたな。珍しくダクネス大人な対応してる。でもメイド姿はエロすぎ。いやー、いろいろなダクネスが見れましたね。私はとても嬉しいです。普段はド M 変態クルセイダーだけど一応貴族なんだなって感じた。仲間をかばう姿にまた惚れました。私はダクネス派です。ララティーナ可愛いよ。ララティーナ体の防御力も高いけど理不尽なカズマさんへの扱いにも立ちふさがるところがいい女すぎる。今回もこの作品らしくて面白かったです。笑いの中にほんのちょっぴりいい話。ダクネスを初めてかっこいいと思ったかも。アイリス可愛いけど一筋縄ではいかなそうなキャラでいいですね。ドレス姿のメグミンも良かった。カズマさん最後ピーチしめかしたけど、ヒロインズ3人がお迎えに行くんだろうか。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第3話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。いやー、始まって5分でこのスバ感、やっぱりいいわ。メグミンの服は本当にエロいな。でパンパンセバスチャン予備のカズマをアニメで見られて本当に良かった。萌えアニメになっとった。侵入しか勝たん。非を欲をかき立てられる可愛さだったわ。アイリス様にお兄ちゃんって呼ばれちゃったら仕方ないよな。カズマってロリコンだったのか。ダクネスやアクアに全く反応しないのはそれが理由か。3期はララティーナ推しなのか。天丼ギャグ展開かと思いきや、パン1星座で説教されるカズマさんには笑ったわ。やっぱアイリスは可愛いな。もうにクールでやれよ。やっぱり安定して面白いな。羊といえば、セバスチャンだよな。俺としては2期でカズマとダクネスがいい雰囲気だったのが好きでダクネス推しだったんだが、映画を経て3期では露骨にメグミンといい雰囲気になってるのでそこだけがちょっとだけ残念というか寂しい。劇場版でメグミン、2期でダクネス、4期でメグミン。もしも4期までやってくれたら俺はこれ以上ないくらい満足だわ。ダクネスといい感じだったのなんて背中洗わせたくらいじゃないの。アクアは選択肢にすらないのか。メグミンは生まれが悪かっただけであいつらのコミュニティから離れれば普通の娘さんだからな。マジの変態の二人とは違う。やはりカズマさん最高だな。今回も面白かった。アイリスやダクネス周りの話はこのスバの中でも物語性ある展開なんで特に好きだ。単発で終わらず次に繋がっていくのはアニメだとさらに良いな。絵的にはアクアとメグミンが漫画肉を握ってるデフォルメが好き。かわいい。メインヒロインのアクアがすげえ空気だな。アクア様はヒロインというより相方枠だと思う。寝起きのカズマエロくね。カズマはセクシーコマンドを覚えたら無敵だと思う。3話も安定して面白かったわ。金崎総監督の絵コンテ、脚本とクズマさんの熱演でめっちゃ面白く仕上がっとる。コミカライズでもこんなに面白くはない。最後まで映像化されればアクアが一瞬メインヒロインに躍り出る瞬間があるとかないとか。今週も宴会芸しとった。貴族の皆さんってもっと金髪だらけかと思ったけど意外とカラフルなんだね。モブ貴族が個性豊かで好き。アルダープの全身の服初めて見たけどズボン短いのとか本当好き。カゴの鳥アイリス、カズマと出会い、外の世界を垣間見る。
カズマのくだらない話に目を輝かせる姿が可愛い。お互いに影響を与え合う兄弟のような関係性に胸キュン。アイリスの純真な反応が可愛らしく、ファンならずとも楽しめる話でした。アイリスちゃん可愛いなぁ。こんな子にお兄ちゃんと呼ばれてお願いされたら許しちゃうよね。メイドにセクハラしようとしてたカズマの前に現れる3人、これは恥ずかしいやつ。ここら辺のギャグがまさにこのスバって感じがして良い。カズマさんはあんなんで案外面倒見が良い。自立心の高い女はボロクソ叩くが依存癖がある女は懐く。カズマさんは天性前知識と料理洗濯掃除が最強。女神アクアは宴会ゲート裁縫服飾でズバ抜けている。結局メグミンとくっつきかけてるしロリコンでしかないな。マイナス印象からスタートだったアイリス様だったけど、カズマと共に王宮で見る彼女の様子はまだ幼い少女の印象を感じました。カズマの人間性が今回もたっぷり楽しめました。いつかカズマさんがいた客室もこのファンに実装されるのかな。このファンで見慣れた王女だけど、やっぱり広いし綺麗な外観だね。王女アイリスとカズマの物語でしたね。3人娘がいないのでどうしても盛り上がりに欠けますが面白かったです。アイリスは今後カズマやダクネスに影響されて冒険者になるのでしょうか。それはそれで楽しみ。最高にクズなカズマと、そして子供らしい好奇心と王族としての心得をきちんと行動で示すことのできるアイリス。準備会でありながら最高にこの素晴らしいこのスバを堪能できました。ダクネスを助けるためのカズマの行動は最高にクズで最高にかっこいい。アクアとメグミン揃いも揃って残念すぎる。ダメだ、アイリスタンがかわいすぎて辛い。お城暮らししたいだけのダメ神様、さすがです。アイリスタンのおねだりかわいい。恥ずかしそうに扉の陰に隠れながらお兄ちゃん呼びするアイリスタンが思考すぎる。アイリスはエッチなお話がとっても気になるお年頃。見事なアイリスタン回でした。なんですかこのかわいすぎる生き物。モードのカットもかわいすぎて100点満点中100億点満点です。この作品、もはやアイリスタンだけいれば十分楽しいのに、それ以外もちゃんと面白いから困るんですよね。あのド M で有名なダクネスがド S に、今回もめっちゃ面白かったー。ダクネスのいろんな面が見えて最高。そして思惑が大外れしたかわいそうなカズマ、自業自得。やっぱり、できればアイリスにはカズマのパーティに加わって義賊討伐に行ってほしいけど、それは叶わぬ夢だろうな。お兄ちゃんって呼ばれたい。なんだ、アイリス王女はすごく素直で良い子やん。カズマをテレポートしたりするからわがままでいたずらっ子かと思ってたんだけど、寂しさの裏返しなのかもね。アイリスにお兄ちゃんと呼ばせるカズマ、念願の妹キャラがすごくいい。優雅な生活をご満悦、毎朝半脱ぎから始まるのキモくて草。大人気なくカズマでゲームする。そんなクズマさんだけど今までわがままを言えなかった。アイリスが彼に惹かれるのが面白くも良い話だったな。今回もめっちゃ笑いました。アイリスが思ってた以上にいい子で可愛い。自分の中では他3人を押しのけて一気にトップになってしまったかも。アイリスの時折見せる大人びた表情も良きですが、年相応になれるようカズマには頑張ってほしいですね。アイリスが尊すぎる。アイリス王女の可愛さに溺れるカズマ。純真な王女とおバカの対比が面白い。今回終始アイリスが可愛かった。そしてドアを開けたらララティーな展開はすごく好き。アイリスの遊び相手という名目でのぐーたらヒモニーと生活を満喫。ほんとクズマだわ。けど面白いのがすごいよな。今回も面白かったな。1話では失気すると言ってたのに、3話で堕落しきってるし、貴族は一体どんなやつが出てくるか楽しみだ。アイリスいつでも食べられるようにブドウ頭につけてるなんてクイージー発展な。ダクネスが急に S 要素混ぜてきたが、いつの間にそっち方面に行けるようになったんだ。アイリスはこの先もうずっと甘えてくるからな。本当によくできた妹だよ。カズマ、アイリスちゃんに何を話してるの。変態ダクネスの話は教育に良くない。この男ダメなようで、息苦しい思いをしてる彼女を脱力させてあげるけうな人なのだ。さらにクズさも余すところなくさらけ出す。さすがは我らが主人公だ。王女アイリスが可愛い。王女だけど全く気を使わないカズマがいるから、よりアイリスが可愛く見えますね。
チェスをして怒るアイリスが可愛かったです。もうアイリス可愛すぎ、マジで今週も面白すぎやろ。定期的に来るカズマのイケボムーブ好きすぎる。今回もダクネスとのやりとりが良かったわ。安定な面白さでアイリス王女が可愛いでしたね。あの4人が揃うとやっぱいいですね。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第4話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。パッと入りだったのか。プリンや風船に暗喩されるほどクリスさんないだろ。いやー面白かった。なんかクリスがすごい早口だった気がする。なんでダクネスが引っ張ってもアクアしっぺがせないのに、カズマはあっさり着替えさせて引きずり出せるんだ。カツラギから渡された指輪はあの後どうしたのか。面白かったんだけどさ、ミツルギがアクアに渡した指輪を消すマジックをカットするのはダメでしょ。六巻のオチに繋がるからカットしないで欲しかった。ダクネスの手前、強く出れなかったってのもあるんだろうけど、あの感じ悪いおっさんが思わず成人に見えるぐらいのカズマ、アクア、メグミンの好き放題&クズっぷり。そして確かに面倒なのは待ち受けてそうだけど、クリスの件、話聞いてやれよ。ブンクって好きやな。カズマは元よりアクアにメグミンも好き放題。動けないカズマにプリン突っ込んで詰めるダクネスの気苦労が忍ばれる。クリスが持ってくる次なる厄介ごと。取り物で揺れるプリンや風船が想像をかきたてますな。テンポよく繰り広げられるドタバタが心地よい。ダクネスがメグミンを引き止めて、アクアを起こそうと必死になっているところおもろかった。毎回ほんと面白いです。各ヒロインの魅力を存分に引き出すカズマが偉大だなと思った回でした。次回カズマたちの活躍が楽しみです。クリスに燃える回だったな。カズマいてもいなくてもとダクネスのストレスが真っ赤に。このアニメ出るたびにソラさんの偏差値がどんどん下がってると思う。やっぱり4人揃ってバカやってないとな。安物と言ってはいたが、見るからに高そうな指輪に全く喜んでなさそうなアクアにちょっと違和感覚えたな。今回は結構カズマさんに同情したわ。王様のとこ勝ち込み行くからお前も片棒担げとか、いくらなんでも無茶苦茶すぎる。捕まったら極刑不可避の蛮行に、普段パーティー組んでるわけでもない人間を協力させるつもりなんか。あの盗賊は盗賊兼アクアの尻拭いしてる人だから、その辺の傍若無人っぷりは割とアクアといい勝負だよな。ダクネスなんであんなに常識人ぶってんだよ。風呂を覗かれる恥ずかしめとか大好物じゃねえの。ダクネスさん謝り倒し。クリスって今期結構出る感じ。ユンユンみたいなポジなんかな。あの貴族ですらドン引きするクズマさんパーティー。面白いんだけどなかなか話が進まんな。早く続きが見たい。原作全く見てなくてアニメしか見てないけど、恋愛フラグが毎回メグミンだけかよ。ダクネスやアクアにももっと頼む。エリスは良いよな。女神にも慣れて地上で遊ぶこともできるし、アクアは女神には戻れない。地上ではそれなりに生活してるけど、ダクネスが常識人すぎる。なんかストーリーに動かされてる感があるな。3期ストーリーに合わせるために急にキャラがバカになったり、おとなしくなったりする低レベルな物語によくありがちな展開になってる気がする。ダクネスはド M 以外は普通だろ。風呂場でもしもカズマに襲われてたらやられてそうなくらい M。 具体的にセクハラ被害受けてるのはクリスさん。他のキャラは鉄拳制裁するからな。クリスは毎回パンツスティールされろよ。大義名分があるときは遠慮しないのがカズマだよ。特に理由もなく下着をスティールして百パーする方が兄折りで、あんまりカズマらしくなかったりする。今回のクリスへのセクハラも俗を捉えた。クリスと気づかなかったと言い訳できる範疇だからと思われる。イケメンがアクアに指輪渡したときカズマは嫉妬してたな。やっぱり好きなんだな。泥棒に入られるより、カズマたちを住まわせる方が何倍も損失が大きそうで笑った。クリスが襲われているシーンで胸の代わりにプリン揺らすとは、セクハラまではできるけどそれ以上はヘタレなカズマさん。というか王城に一緒に忍び込めってリスクがでかすぎる上に付き合う義理も義務もねえのに、なんであの侵入盗賊はカズマさんを巻き込もうとしてるんだか。カズマさんは侵入でもなんとかなるちょろい男だからですよ。ダクネスのプリン攻めを見れたので今期の派遣です。朝食のインナー一本って、
アクアが提示する交渉材料いつもこしくておもろい。カズマは虎ヌタニキの川さんよ。メグミンは爆裂魔法で迷惑。アクアは遊びに来ただけ。ダクネス、ストレス溜まりまくり。安定なお笑いパーティー。マジで面白かったです。ギャグ漫画としてまさに最高峰の出来。適度なお色気もグッド。クリスとのコンビは鉄板。二人がワイワイしてるだけで楽しめますね。ある意味、数少ないちゃんと可愛いキャラかもしれない。両手にふっかけて、手を取り合おうとする一冒険者おもろい。オートの周りボッコボコにされててくさ。ダクネスがまともであと三人はダメダメで受けた。プリント風船がエッチだった。ラストはアクアがダメダメだった。カズマも動機がダメダメだからダメダメか。もうダメダメで元気が出るアニメだな。ダクネスさんは相変わらずの苦労人ぶりで、悪い人のはずのアルダークさんがだんだんかわいそうに思えてきました。さすがクズマさん。各地に同類がいっぱいいらっしゃる。カズマとアクアの夫婦漫才の次に面白いのがカズマさんとクリスだと思ってますが、3期は結構出てくれそうですね。カズマさんが普通に作戦に参加するの何気に初めてで活躍が楽しみです。カズマしかあのメンバーをはまとめられないですね。しかし、今回のメグミンも可愛かったです。アクア様の泣き声は万病に効く。クリスも本格参戦で次回からも楽しみだ。最初から最後までダクネスが苦労してたな。序盤のすみませんがオープニングにかかるとは思わんかったよ。ダメ神によってオート中のシュワシュワがなくなってしまう前に、頭のおかしい魔法使いによってオート近辺が魔王軍の進行前に爆散してしまう前に、ダクネスもよく我慢してたと思うわ。エンディングのほっこり感だけが救い。終始ずっと騒がしい。3期になってから M 属性のダクネスさんが S 属性になって攻めていますね。ダクネスがパフェを持って拷問してるシーンでキュアフィナーレを思い出した。オープニングの入り方面白すぎだろ。屋敷で好き放題するカズマ、アクア、メグミン、パーティメンバーの好き放題に恥ずかしめを受けるダクネスに笑った。本来の目的である義賊の正体が、クリスのあれを掴むところでプリンや風船映すのセンス良すぎて笑ってしまった。最近は S 好きなダクネスが多くていいですな。カズマに負けじと両手のアルダープも安定のクズでどこか安心して見てしまった。ド M 担当のダクネスが喜びそうに見えたが、普通にまともな反応をしてた上に魔王軍退治の際も自然にリーダーとかしててくさ。クリスちゃん登場で感無量です。カズマとのやりとり、めっちゃ面白かった。4話の登場人物で一番まともだったのは、またダクネスで、それもまた良き。アクアは食った、飲んだ、寝た、泣いたでさすがの安定感。アマミヤソラさん楽しく演技してそう。人気探しの面倒ごとが嫌なカズマだけど後々面倒くさくなりそう。ダクネスの辛労がすごいのと、ラブコメ爆発クリアのメグミン、シュワシュワアクアの劇団が相変わらず面白いです。アクアめちゃくちゃガラガラ声でいやいや言い続けてる。今回もアクア様最高だったぜ。なんか今回のダクネスはド S 要素が多いなぁ。3期はダクネスが苦労人ポジだねぇ。ブレないカズマたちで今回もバッチリ笑ったわ。アクアいつになく可愛かった。どこがというとサイズの合わない指輪と思い出せないカツラギさん。シュワシュワで繋がる友達のは、働きたくな病とカズマ攻めに見せる悪い顔、通常営業だった。クリス、待ってました。最高だ。来週待ち遠しい。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第5話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。5話めっちゃ面白かった。クズマさん可愛くてくさ。入れ替わったカズマの声がぶりっこすぎてキモい。アイリス普段あんな口調で話してるのか。入れ替わったアイリスカズマの声、アクアみたいになってたな。ちょうどアイリスはダクネスとクレアがおっぱいボロンしたところにワープしたというとか。今回は気合入ってたな。エリスもメグミンもララティーナもみんな可愛かったわ。ララティーナさんは普段のクルセイダー姿のデバフがなければかなりいける。カズマさんが即落ち2個まで笑った。久しぶりな登場のエリス様があざとかったわ。城から追い出されるオチじゃないのか。次回で6巻の終わりまでやると思うけど、盗賊団かなりの駆け足にならないか。
アイリス中身がカズマになってもブサイクな変顔させないのは制作陣のこだわりを感じる。クレアは蜜剣が好きなのんけかと思ったらアイリスに発情してるし、美形なら男女関係ないのか。オートにゴロゴロいるはずのチート日本人っぽいやつあんまり見かけなかったな。まあ蜜剣も茶髪でパッと見じゃわからんしな。蜜剣死刑になりそうでくさ。カズマが日本人で転生者ってことはメグミンダクネスは知ってるの？なんでカズマさんあそこまで蜜剣嫌っとるんや。強くてイケメンだからに決まってるやろ。今期ダクネスエロすぎてやばいわ。アクア様が脇役すぎね。もうこの先もこんな感じなのかな。まさか声優そのままで演技の方を変更するとは。アクアってこの先も特に何かあった覚えがないわ。アイリスだけいればいい。しっかりしてるダクネスがなんか新鮮。これからメグミンダクネスアイリスとの恋愛成分が増えてきて相対的にアクアの出番減っていくからね。アイリスの頭にブドウが謎すぎる。今回は入れ替わりで面白かったわ。ここまで性欲に忠実ななろう主人公は無職転生以来か。てかクレアと王女様が風呂のこと知ったら処刑されるだろ。どうすんだ。このネタ、アニメでどうなるかと思ったけど二人とも完全に口調を変えてきたな。プロって本当にすごいわ。おっぱいの作画がようやく他作品並みにまともになってとてもいい。クズマさんのイントネーションちゃんと再現してたのよかった。側近も結局ロリコン騎士でくさ。最近は記入も多いからな。今回はいい感じの巨乳やった。これ以上でかいともう無理。アクアはマスコットポジだからな。間違ってもヒロイン枠ではないよ。あの狙撃でアクアに当たった可能性あるけど、でアクアが死んだらもう生き返らないのでは。カズマさんの狙撃って幸運値ベースのスキルだから、雑魚相手だとまず外さないらしい。女神って死ぬの？魔王を倒すまで戻れないから消えちゃうのか。メグミンは時々大人になるな。いやー、二人の父寄せよかった。やっぱこのスバはバカバカしくて最高だね。面白かった。サービス会でもあったのかな。意識戻って胸ぐら掴まれてる時の顔最高に笑える。沈黙のシーン長くなかった？最後カズマは元に戻ってるってことでいいの？メグミンは知ってたの？知らずに煽ってたの？どうなの？メグミンだぞ。そんなこと気にするわけないじゃん。アイリスのままだったとしてもお構いなしか怖いわ。ララティーナのケツアングルで最高視聴率と見た。今回のシリーズのボスは神器の魔物を呼び出すやつで召喚された巨大生物を倒す話だと予想しとこう。何か今回の作画が良すぎるというか普通すぎてこのスバ感がちょっと足りなかった。もうちょっと溶けてても良い。オートの冒険者20人くらいいるけど、アクセルの街と同じようにキャラデザが細かくしっかりしてるのすごい。カズマさんの作画がやたら質高くイケメン絵面からおどけた演技でカズマの人格形成されるの、好き。女性最高。主人公に人気ある作品は傑作なのよな。カズマくんとアイリスちゃんによる入れ替わり、意外とありだね。今回のメグミンさんあまりにもかっこよすぎでしょうよ。やはりコウマ族随一のロマン系大魔法使い。単体極大ダメージだけじゃなくて範囲攻撃できたんだあれ。まさかの入れ替わり。オチは予想できたけどそれでも面白すぎたわ。カズマさんどんまい。ダクネスは相変わらずエッドイから出してるよな。それに負けず劣らずクレアも素晴らしいものをお持ちで。しかもなんだそのエッチな下着は。エリス様の泣き顔めちゃくちゃ可愛い。カズマインアイリス、表情は可愛いけど喋り方だけでここまでキモくなるんだと笑った。あと乙女カズマも、にしても高尾カノンさんのイケボレアでよかった。見た目はアイリス姫の美しい姿なのに、中身はカズマのゲス振る舞い。入れ替わりギャグがぶっ飛んでて最高に面白かったな。アクア様を一番の推しとしている自分ですが、エリス様の可愛さがカンストしていて、少し揺らぎました。すみませんアクア様。入れ替わり会は音声入るとより面白いな。このスバの最新はセンシティブすぎんか。今回噛みすぎる。ダクネスとクレアさんエッチすぎてやばい。二人のお姉さんは洗いっこしようって迫られて困惑するアイリス。ガサツになったアイリス可愛い。中身カズマだけど、セクハラはいけませんよ。と言われながら即セクハラするクズマ。
カズマさんは転生後にもう3回も死んでるのか。劇場版合わせると4回か。最後アイリスなカズマがぶん殴られててかわいそうすぎる。あれはカズマなカズマさんだから通過喧嘩吹っかけたのがめぐみんアイリスで、カズマさんとバッチリで殴られただけだからもっとかわいそう。リザレクションの蘇生回数制限ってアクアだから無視できるんだっけ？カズマが特別なんだっけ？アクアが特別に許可してもらってる。アクアがエリスを脅すから仕方なくエリスが面倒な手続きしてあげてる。一瞬画面固まったかと思ったけど後ろの背景動いてるし、ただの無言の時間だと気づくのに少し時間かかりましたよ。中身クズマさんなのになんでこんなに可愛いの？アイリスタンの体でそういう品のないポーズやめてもらえます？ゴア、部屋でのカズマとメグミンのやりとりがとても良い。あと最後の喧嘩のところの、メグミンがノリノリで笑った。なんやかんや大活躍の3人はさすが。可愛いエリス様に合わせてくれたカズマさんも良い仕事してくれたぞ。メグミンの絡みも楽しくて大満足。ハズレ会が本当ないよ。戦場の女子3人は期待通りの暴れ方で最高。まあカズマは何かやるとは思っていたが、またエリス様行きか。相変わらずの童貞ムーブで草。変なとこでピュアなカズマ。最後のめぐみんも素晴らしすぎる。これだよ。このめぐみんが見たかったんだよ。お久しぶりです、エリス様。即死落ちにコマなの知ってた。困っているエリス様が好き。カズマが死んだところ25秒も映像止まってたからさすがにバグったのかと思ったぞ。胸の神父の差が激しいな。カズマは、匂いフェチなのね。あと、せっかく女体を手に入れたんだから、いろいろ確認することが優先だろ。このスバ見て爆笑した。笑いすぎて疲れた。クズマがかわいそうすぎる。でも、ダクネスと風呂入れんのはええな。3期はカズマさんの冗談抜きでマジでかっこいいシーンが2つあって、そのうちの1つが来週見れると思うとめっちゃ楽しみ。見返せば見返すほど、カズマさんがかわいすぎる。高尾さんカズマ口調うまかった。割とどの作品でも一定の需要がある入れ替わり回帰だ。欲を言えば原作にあるカズマのスカートバサバサもやってほしかったが。今週も神回だったが来週も神回決定だな。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第6話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。着々とフラグ立ててこんなのもうアイリスがヒロイン確定やん。なんで急にカズマ強くなって絶好調になったの？アイリスに会いたい一心でパワーアップした？普通のアニメならアイリスフラグっぽく見える。カズマに悪用されたばっかなのになんでネックレスつけっぱなしにしてんの？魔王軍幹部を倒してきたやつがその辺の雑魚なわけないだろ。最後までやるにはあと何期必要なんや。4期とか原作も終わってるしもう無理かな。めぐみんが着実にカズマに近づいてきてるな。普通にアイリスとのフラグ立ってるよ。ダクネスは否定してたが1週間でアイリスはカズマさんに惚れてる。次回からダクネスメインヒロイン話か。3期はひたすらダクネス上げだな。量産型バニル仮面の、しかもレアなブラック仮面。月夜につければ謎の悪魔パワーで魔力上昇、血行促進、肌もツヤツヤ。今のカズマさん魔力上がってる状態か。メグミンとじゃれてる時のアイリスが今までで一番可愛かった。やっぱスカしてる時より感情丸出しの時の方がいいな。アイリスちゃん。なんだこの可愛い子は。全部気づいてるじゃん。それでカズマが仮面出そうとしたの察して銀髪って言ったんだよね。カズマのこと大好きじゃねえか。まさかここに来てヒロイン増えるとは、いつかお兄ちゃんではなく旦那様と呼べる日が来るといいね。緊迫感と感動がすごかった。カズマの男気と策略、アイリス様の純真な心情が交錯する見応え抜群の話でした。ダクネスの意外な執念と、アイリス様とメグミンの喧嘩にも注目。この作品の魅力を再確認できた素晴らしい1話でした。面白かった。カズマさんやるじゃねえか見直したぞ。バニルの真似うまいなカズマ。エリスにじゃんけん負けたけど、アイリスは全てわかってたな。メグミンとの口喧嘩は昭和っぽくて笑ったが。ミツルギくんは今回も活躍できなかったね。カズマと出会ってアイリス変わったね。魔王を倒した後の展開が見たい。
まだまだ時間かかりそうだけど。アイリス、この作品でこんな正統派可愛い系ヒロインが出てくるとはな。それにしてもこのダメ神さん、登場するたびに酒飲んでるような印象持つくらいにほんと毎週シュワシュワ飲んでんの面白い。アイリスちゃんが可愛くて可愛すぎる回でした。アルダーブは入れ替わりの神器のこと知ってて狙ってたのか。最後のやつはエブバンのあいつなんだろうけど、ろくなこと考えねえなほんと。ニキの見合いからずっと狙ってた。ダクネスと他の男をくっつけて入れ替わる機会を。あいつダクネスの相手は王子がふさわしいとか言ってただろ。王子泣き物にして入れ替わるつもりだったのかよ。やべえな、笑えねえレベルのクズだ。クリスも胸パッといるな。パンツよりもっとヤバいのをスティールしたな。アイリスはもう婚約した気でいるっぽいが。バニルの仮面が役に立った。盗賊の正体がアイリスにバレたのは、そもそものカズマの振る舞いプラスダメ押しで、ダクネスが唐突に魔王討伐の話を始めたから、出会ってる？お兄ちゃん大好きだからすぐ分かったでよくね？カズマにじゃんけんで勝つほど運が高いのにパンツはスティールされるのか。やきもち役めぐみんが可愛かった。あれ、カズマと入れ替わってたアイリスと仲良くなったからこそのやりとりなんだな。アイリス神回だった。最後のアイリス可愛すぎる。ダクネスは一瞬で正体に気づいたのに他の奴らさ。やべえ、今回のこのスバ神すぎた。内容が面白すぎる。クリスも可愛かったが、カズマさんの有能っぷりが爽快すぎた。しかし最後に立ちはだかるはあのポンコツ3人か。ダクネスの圧がすごかった。メグミンとアイリスの喧嘩も可愛くて今回も最高。指は大事にねお兄ちゃん。やっぱりアイリスタンが世界一可愛いヒロインすぎるのです。なんでこの展開になったんだっけって1話から見直してるんだけど、ダクネスへの手紙からか。カツラギさん、今回も期待を裏切らない活躍でした。カズマのクズなのに格好いいが存分に発揮されて自分の好きな話でした。ハイテンションだったのはバニルの仮面の効果なのかな。今回は苦労人役のダクネスもバインドを受けた時に元に戻るのも笑ったし、各キャラが少ないながらも見せ場があるのが良かったです。ロリ同士の争い、回を進むことに面白い展開になってきやがるわい。ダクネスが王女にカズマは魔王も倒せる男ですと言ったのは、あの指輪が魔王を倒した者と結婚することを知ってて王女にそれまで待ってくださいみたいな意味もあったのだろうか。盗賊団衣装はいい改変だったな。漫画だとクリスは普段と同じ格好に覆面しただけだった。なんかダクネスが深夜作画によって細くなったり太くなったりする。もう今期のアイリスの出番終了か。爆炎に気があれば出る。アイリスが銀髪のお頭様を好きになってしまったと言ったのは、直前にメグミンが仮面のカズマをベタ褒めして、その時カズマが浮かれてるから嫉妬してわざと銀髪のお頭が好きって言ったんやな。不快は、カズマの体が元に戻った後にブチ切れたダクネスとクレアに半殺しにされるシーンは入れて欲しかったな。カズマはバニル仮面ではなく、スティールしたクリスのパンツを顔に装着して欲しかった。アイリスの指輪はダクネスが回収したということじゃダメなのか？原作だとクリエイトウォーターで口塞ぐ、フリーズの極悪コンボで、祭る儀撃破だったんだが、さすがに鬼畜すぎてオミットされたか。前回、メグミンが王女のアイリス相手に喧嘩指南してたのはさすがにやりすぎな気がしてたけど、二人が今回のラストみたいな仲になってたなら少し納得した。チンピラを挑発してたアイリスは、割とノリノリだったに違いない。カズマめっちゃ活躍してたなぁ。おもろかった。ダクネスが盗賊の正体に気づくシーンって別になかったよね。カズマと親友のクリスだから一瞬で気づいたんだろ。これはメインヒロインですわ。背格好と声でバレバレだ。ぐらい言わせてもよかったかも。本気カズマさんやっぱかっこいいな。原作読み返してると大事なセリフを結構削っちゃってる気がするわ。めぐみんだけフラグイベ多くてモヤモヤする。確実に外堀を埋められていってる。カズマさんはなんでこれで引きこもりだったんだって思うわ。カズマの嫁アイリスになりそう。カズマさん本気出したら普通に強かった。なんでカズマはアイリスの指輪をスティールすることになったの？いつもならアイリスのパンツをスティールする流れになるはずだろ？そんなの履いてないからに決まってんだろ。その時持ってる一番大切なものを盗む、ということになってるから。
クリスは狙ったもの。カズマは大事なものって感じ？そこがクリスとカズマの幸運値の差なんやろな。カズマもさらっと生まれて初めてじゃんけんに負けたとか言ってたし。ギャグ作品だからいいけど、カズマとクリスめっちゃ悪人やん。アイリスめっちゃかっこかわいかった。カズマとクリスもかっこよかった。原作10巻と11巻もいつかやってくれるといいな。この辺から時々出る、ダクネスに捕まったカズマとクリスが醜い責任のなすり合いするパターン結構好きだ。カズマ、クリスに背中押し付けてたけど、パッドがないってことはノーブラだったのかな。カズマは取られたら嫌なものを盗めるって感じなのかもしれん。3期はクリスの出番多くて最高すぎる。盗賊コンビプレイ、そして調子がノリノリのカズマのクズプレイ、さすがとしか言えない。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第7話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。泣き叫ぶだ女神に笑った。キスを断られたカヤノンの演技も冴えてたわ。ヒュドラやっぱり出すんか。しかし前回といいと目が長い。今回メグミンの扱いがひどい。カズマとできてたはずなのに、冒頭はアクアとデートしてるし、暖炉の前掃除させられてるし、途中は家でお留守番して卵温めてるし、なんか完全にメインから外れた脇役の扱いになってる。出番ないから爆炎やったんだよな。今回ほぼ原作通りにやってたね。7巻はシリアス成分多めだから、アニメだとどう表現するのか楽しみだ。7巻表紙の清楚そうな金髪巨乳ヒロインはいつ出てくるんだよ。このスバ3期、監督とか1期2期から変わって不安だったけど、ダクネスがよく出てくるようになってから楽しくなってきた。あとダクネスがめちゃくちゃ可愛い。元からダクネス派だったけどさらに好きになりそう。金が入って調子に乗りまくるカズマとアクア好きすぎる。料理屋の店主の喋り方とかめちゃくちゃ面白かったです。ダクネスの今後が気になるところ。一体何が起きるというのだろうか。ドラゴンの卵が金持ちになったけど借金への鉄板かと思ったら違った。なんかダクネス関係が不穏なんだけど、このままギャグで終われるんだろうか。にしても3期はオートといいダクネス界みたいな感じ。料理屋の沈黙長くてまた画面がフリーズしたのかと思ったぞ。間を入れたのはわかるが、今回は5秒長かったかな。メグミンはデートのエピソードがスキップされてたかも。まあ本編と全然関係ないからだろうが、なんかアルダープがさも悪事企んでる悪人ですって顔してたけど、このスバのことだからまたしょうもない覗きのこと考えてるんだろうな。メグミンの担当会は4期までないはず。沈黙のところは1期のポーズをやりたいんかな。あれは泣き叫ぶアクアの壊れた顔で止めるから面白いのに。カズマさんと女湯覗きで共感こそしてたが、アルダープは所要考えるとガチの救えない悪党なんだよな。なんかダクネスが魅力的に。面白かった。今回はいつものダクネスだった。安心。あのあかんやつとおっさんは関係あるのか。おっさんはただの変態か。我慢大会はド M にぴったりやな。キューユーズヒドラかっこよい。このスバ3期の作画、これまでのシリーズでも屈指の安定度というか脂が乗ってる印象を受けるわ。演出もノリも安定してるし、金崎総監督の担当回が多いからかな。今回テンションの上げ下げすごかった。面白かった。ほんと面白い女だな、ダクネス。あの変態仮面はなんでダクネスのそんなことまで知ってるんだ。見通す悪魔だからな。この話やらないとダクネスがカズマに惚れないから、アルダープの悪用も合わせて必須の話だね。1期、2期といい原作のカズマが活躍するシーンをカットしたり、初心者殺しとかのモンスターが強くて厳しすぎる世界観をカットしまくってギャグ世界として描写してるせいで、シリアスの多い3期がこれじゃないって言ってる人がちらほら出てきてるな。俺もこれまでいろいろカットしてきたツケが回ってきてる気がする。3期もカットされまくってるけど、今回気になるくらいゆっくりに感じたんだけど気のせい？おっさんが裏で暗躍しとるんか。前回の引きから繋がってるのね。なんか黒幕みたいになってるけど、あんなヒュドラがいるところでよく眠れてたな。アクアを人質に取られたようなものか。魔王軍よりボスっぽいのが出てきたな。3期のダクネスかわいすぎん。ダクネスは毎晩一人で何をしてるんだって。
大事なところだから教えて。しかし、真面目な話が多い割に対して話が進んでない気がするのは気のせいだろうか。アクアのデザインは3機が一番可愛い。次回予告でヒュドラ戦もう終わってるんかあれ。ダメ髪泣いてる時点でもう面白い。しかしなんでダクネスは急に賞金を？おお、珍しくシリアスモードと思ったらアクアがぶち壊し。泣き落としの直後にアクアの泣きわめく場面。美少女ダクネスだ、泣き落としなんてやるじゃない。ダクネスが家の危機と言われてそれほっぽって自分だけどっかで生きるってのは想像できんな。ダクネスは変態だけど責任感があるお嬢様なので、旧友ヒドラ強そうだな。こんなバケモンが定期的に現れる異世界ほんと鬼畜。ダクネスの実家、お金でしか解決できない問題でも発生するんか？ダクネスの力ではどうにもならん。カズマさんの力を出せばどうにもならんくないかもしれない。可愛い服着たダクネス良いじゃないですか。カヤノさんがめちゃめちゃ楽しそうで何よりです。前回まで真面目なシーンが多かったダクネスへの反動が押し寄せているな今回。腹筋がさらにバキバキになってきたダクネス。腹筋割れてきたに、なぜカズマ反応してるんだ。ダクネスよなよな何してるか気になるんだが、ウィズさんが壊れてる。成金丸出し隠し味当てようとして見事に外すだ女神さん。シェフの返しから朝食貯めるのすごいな。放送事故かと思った。7話にしてシリアス集出てきたけどダクネス大丈夫なのか？ダクネスここんところずっとおほこえ披露してる。ダクネスがキスしてくれるなら命かける価値がある。ピンチがないなら作ればいいと言わんばかりのだ女神落ち。今やすっかり強くなったカズマたちでもアクアがいるから大ピンチ。ダクネスの実家のためにお金が必要ってこと。暇を与えると余計なことしかしないからブラック労働を貸したら壊れた。リッチにメンタルダメージ与えるなって仲間が呼びに来てるじゃねえか。結局メグミンが卵の様子見てるんだね。キャンナキアクアからしか摂取できない栄養素がある。このスバ最新は、過労であり、妥当、ございますしか言えなくなったウィズが不憫かわいい。あとベルディアが相変わらず好きあらばウィズをあの世に引きずり込もうとしてて笑うわ。今回のダクネスめっちゃ可愛かったな。てか今回バニルの登場シーン多くて嬉しかったわ。久々に帰ってきたアクセルの街での平和な日常。アクアが買ったドラゴンの卵とやらは果たして本物なんだろうか。ドラゴンじゃなくてただのトカゲだったりして。ダクネスの破滅とかいうなんだか物騒な占いにダクネスは心当たりがあるっぽいな。ダクネスのキスとか最高かよ。俺ならやるぞー。メグミンと変態クルセイダーのシーンほんと好き。このスバのリッチーには不眠耐性はないのか。ドラゴンの卵、騙されてるんだろうな。前までのかっこいいダクネスはどこ行ったんだ。アクシズ教は様々な愛が認められている。これはカズマさんとアクアじゃなくてもドン引きですわ。通貨バニルはどこまで覗いてんだよ変態野郎。ダクネスは誰も見ていないところでこっそりメグミンの服を着るのが趣味です。この趣味はかなり変態ですが、とても可愛い。不意打ちのこっち来いよで孵化した。ダクネスとメグミンのユリ SM 尊い。カヤノンとリエリーたまらん。日夜慣れた体を持て余しよなよな一人で何やってるのお嬢様。可愛い服着ようとしたり、笑顔に作るお嬢様可愛い。ヒドラ討伐の褒美に、キスっていうところも乙女で可愛いよ。ララティーナ。このスバ3期7はずっと笑ってられるのすごい。ギャグとテンポが最高すぎる。久々にバニルさんの出番アクアとは相変わらず仲が悪いですな。ほんまに奥歯ガタガタ言わせられた人、初めて見たわ。今回ダクネスにとってはご褒美会と言わんばかりに今までの会で溜まっていたであろう飛躍欲を、ここぞとばかりに満たしていくダクネスが面白かった。今回はこの素晴らしい世界に祝福を、3期第8話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。このスバにしてはシリアスよりだったな。ララティーナ呼びと肉体的にも精神的にも責められるダクネスさんには笑ったけど、お風呂ララティーナよかった。心境近いタクシタダクネス。俺し、このスバが急にシリアスな感じで終わって困惑。来週はまたドタバタで面白くなるはずだから、ダクネスがヒュドラにこだわってたのって、この冒険が最後だからだったってことか。いや、もっと別の目的。
ダクイエスがちゃんと相談しなかったからすれ違ってしまった。街を守りたいとかは方便で、大金が欲しかったが、みんなで買ったから分配するため大金は手に入らなかった。でも、みんなが幸せそうなので満足して、ある条件を甘んじて受け入れることを決めた。あれだけ人数と大掛かりな装置をダクネスが湖に行く間に集めてきたってことか。無理じゃね。開幕からエリス様のシーンで嫌な予感がしたわ。30秒の無音がトラウマになってんな。ドレインタッチ、いつ見ても無法スキルすぎるな。出がらし女神の歌に続く劇中歌爆弾サントラに入ってたら良いな。ダクネス、金で売られたの？何？大金が必要？簡単に大金が手に入る都合のいいものがあるはずが。なぜか堅くなにシュドラ討伐にこだわるダクネス。銀髪盗賊団が魔王軍幹部に次ぐ懸賞金をかけられたことを知り引きこもるカズマ。強敵ヒュドラとの戦いの行方やメグミンユンユンの活躍も見物でしたが、なんといってもダクネスの性癖描写が印象的。その後の唐突な離脱に驚かされ、ダクネスの心境が気になります。シリアスとギャグを両立させた濃密な一話でした。ヒュドラ、質量考えたら引っ張れるわけない。2億の賞金クビになったカズマ。この3人の前で全裸になれるの羨ましい。全裸でヌルヌルな事情でメグミンをおんぶできなかったカズマ。その後もスキップ付けのおんぶはダクネスのもの。それでもメグミンとのラブコメは外さない。敵討ち扱った。ダクネスからララティーナへ。天宮空、歌うまかったな。なんかもうちょい聞きたいと思ってしまった。カズマって木の上から落ちて死ぬぐらい体貧弱だったよね。頭から落ちて首折れたらそやね。木の上から落ちた時は落下体勢悪くて首折ってたよ。あの高さから落ちたら全身骨折になると思われる。ヒュドラさあ、せめてダクネスの鎧と服くらいは溶かしとけよ。別れは突然に。ダクネスを追い出そうとしていたカズマが懐かしいな。おいダクネス。キャプテンの許可なくパーティーを抜けることはできねえぞ。カズマが死ぬのはわかる。ダクネスが死なないのは体勢全振りだからわかる。アクアが死なないのは生き返らせるのがアクア本人だからメタ的に死なせられないのはわかる。メグミンが死なないのはなぜなのか？一回くらい死んだって問題ないやろ。アクアがいるんだし。メグミン死んだらとどめさせないやろ。頭のおかしいコウマ族だし。で大体済む話。コウマ族は改造人間だから蘇生魔法効かないとかのメタ的理由？今回のめっちゃ好きだわ。作画も好き。肉体的強度も改造で高いということで。またメグミンとユンユンが喧嘩っぷるしてる。捨て身のカズマさんかっこよすぎる。普段はあれでもやはりここ一番で活躍してみせるかっこよさがあるから、カズマさんはやめられないんですよね。ダクネスが悩んでる理由がまだわからないけど、ヒュドラ退治の時はいつも通りのダクネスでした。そして、リーンが喋ってる。これは嬉しいですね。アクアのやたら包容力を感じる母性は腐っても女神なんだな、と。カズマの敵討ちに燃えるメグミンに久々登場ユンユンとリーンなど見どころ十分。ダクネスのために一致団結するアクセルの冒険者たちが最高すぎる。天国でのあの人に栄翔、またリエリーのオリジナルなの？すごいなポエマー高橋リエ。初っ端から死んだ城に裸という出落ち、さすがカズマ。スキップするダクネスとメグミンかわいい。4人ではヒュドラにかなわないなら街のみんなでとはカズマらしい。カズマの命運を握った興奮でド M に覚醒して勝利ってダクネス、と笑ってたら突然の別れ、許しません。連れ戻し決定。ダクネスマジ面白い。カズマたちのパーティーにはダクネスが必須だよ。どうなっちまうんだ。カズマの服は溶けてダクネスの鎧とかは溶けないのか。アクア様の子守歌好き。ふと思ったんだけどダクネスの攻撃ってクーロンズヒュドラにすら当たらんのか？不器用というよりもはや呪いに近いな。そういやリーンってアニメだと今まで出番なかったんだっけ？仲間を集めて有利に持ち込み、一番危険な役を買って出る。実にカズマらしい討伐方法でした。アクアの歌声は綺麗なのに残念な歌詞の子守歌とか、メグミンの敵討ちのためのヒュドラ討伐とか、ダクネスの新たな性癖発掘とか、みんなの魅力に溢れた回でした。面白おかしくそれでもかっこいい戦闘シーン。アクセルのみんなでヒュドラ倒したのは熱すぎた。
最後のダクネスの手紙は感動したが、これで終わっていいはずがない。はよダクネスを連れ戻せカズマ。またカズマ死んでる。しかもエリス様悪ノリ。ダクネスのためにカズマが冒険者一同を引き連れる展開は熱かった。前回の流れだとアルダークと制約結婚かな？連れ戻せるのかカズマ。爆炎のメインヒロインであるユンユンが、どの場面でもモブ扱いだったのには笑いました。どうしてもヒュドラを倒したいダクネスだけど、理由は固くなに話さない。話さないけど、察してダクネスのためにたくさん冒険者を連れて討伐リベンジに協力するカズマ。こういうとこ良いですね。討伐を終えたのもつかの間、パーツから離脱するダクネス、どういうことなの？ヒュドラ討伐になぜかこだわるダクネス。思い詰めていた。ダクネス良いやつだった。元気でな。で来週戻ってきてたらおもろいけど、街の冒険者たちと力を合わせてのヒュドラ討伐。めっちゃ良かった。みんなからの魔法力を一つに集めての、いわばスーパーエクスプロージョン。あの映像もかっこよかった。相手の攻撃はダクネスに当たるわけだから、剣構えてじっとしてれば勝手に剣が刺さってくれる、はず。エリス様かなり持ってた。ヒュドラはユンユンに任せればよかったのでは？本編とまるで関係ないぶつ切り予告では、相変わらずやられた魔王軍の方々があの世をエンジョイしてる。メグミンとダクネスの爆裂散歩すごく新鮮。途中までは最終回みたいな戦闘だったのに。烈魔法耐えまくる時点でおかしいしヒュドラさん。下手したら幹部より強いというかまず関わっちゃいけないタイプの生き物だろあれ。ダクネスがヒロインしてて最高だ。原作読んだのだいぶ前とはいえ、大体内容は知ってるからわかるだけかもだけど、手紙の内容がテンプレのごとく、まさにって内容だな。ダクネスが変態すぎてお微笑まで出させる、それがこのスバ。耐えることを命令されながらもカズマの命を自分が握っている新感覚。解けない鎧。ヒュドラの重さを支えられる。押しつぶされても死ぬのはカズマだけでダクネスは死なない。無敵なのか？ダクネスの体に押しつぶされて死ぬのなら、それもありかもしれない。アクアのドラゴンの歌がうまくて笑っちゃうのよ。何か3期はアクアのまま感が強いな。爆裂魔法食らいまくっても死ななかったヒドラって強かったんだな。ヒュドラとカズマの間に挟まれてよだれ垂らしながら興奮してるダクネス。改めてダクネスのことが大好きになった。元気のないダクネスを心配してくれるカズマも好き。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第9話に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。カヤノンの演技クソワロタ。フラグへし折り続けるカズマさんさすがです。ダストの扱いが雑すぎない？ダグネス婚欲会見たくネットリ書くと思っていたが、ダクネスの生態模写をするカズマさんクソ笑った。肝心なところで台無しなのがカズマさんらしかったわ。今日のはめちゃくちゃ良かった。3期のベストエピソードだろこれ。ダストのちょっとした伏線出てきたな。爆炎でも仕込んでくれたら良かったのに。ダクネスってカズマさん好きなの？この時点ではかなり信頼してる男友達みたいな感じだと思う。ダストはあれくらいでちょうど良いわ。リーンの尻尾が付け尻尾だったことが判明。なんだかんだで仲間思いなカズマパーティー一同。メグミンの新規メンバー勧誘阻止も微笑ましくて、笑いながらもちょっとほっこりもさせてくれるこのスバ良い。ダストは、お幸せに。脇道話もしっかりアホな笑い話に仕立てるとこもさすがだね。事情が分かった上で貴族とリーンの会話を聞き直すと、確かにリーン本人が何かされるようなニュアンスではないかも。とんでもないカヤノン劇場だった。収録楽しそう。そしてなんだかんだ超有能なアクア。前回のブレッシング連打なんかも実は聖杯を分けるレベルだった可能性が？ダスト、見事なチリザマだったわ。前回の引きからは想像できないギャグ回だったな。さりげなくルールが明かされたけど、何度も生き返ってる幸運持ちのカズマさんでも、病気で死んだら復活できないのか。花森さんの出演嬉しすぎる。ダストとリーンのシーンやるとは思わなかったな。アニメではまともに出たの初じゃなかったっけ？バーサタイルエンターテイナー。何気にアクアの支援バフの中でも特に有用だったりするよね。さすがは宴会芸の神様だ。アクアの支援魔法すごいな。
ダクネスの状況は予想通りだが、面倒くせえお嬢様だよ。素直じゃないな。貴族の親事情から仲間を救う良い話も彼らにかかるとバカバカしくて本当面白い。見てて楽しい喧嘩って最高だよ。ダクネス以外の仲間を認めたくなくてわざと頭のおかしいキャラを演じるメグミン、エモ。顔の伸びるアクア様かわいい。ダクネスの声でけしからんセリフ連呼するカズマさんマジゲスマさんだな。ダクネスかわいいすぎて浄化された。腹筋を誇えダクネスかわいい。パパネス良いやつ的な感じなんだけどさ、だったら最初から家売っとけよとも思うわ。ギャグ一辺倒でもエモ一辺倒でもない。それぞれが最高にちょうど良い割合、かつ転換のタイミングも絶妙。3期は過去にシーズンと比べて、普段がアレなダクネスのお嬢様的一面を色濃く感じるからこその新鮮さがあったり、いつまでも味がするガムです。今回のダクネス可愛いすぎ。さすがカヤノン。ダクネス離脱騒動という真面目な話しようって時に、声優さんたちに何言わせてんだ。モノマネという体でカヤノンに何させてるんですか。やはりだ女神様の下にはまともな信徒は集まらない運命なんですね。ダクネスさんの親事情解消についにカズマさんが乗り出したと思ったら、変態写真激写したり屋敷に忍び込んで喧嘩したり、でもこの斜め上な展開もこの作品の魅力ですね。ラストのとこ面白かった。やっぱカズマは仲間思いだね。完全にマウント取っててくさ。大人の夜遊びですね、わかります。ディーンの尻尾はタヌキ？それともアライグマ？このエピソードで一番気になった。それにしてもみんな仲間思いのいい奴らだ。やはりダクネスは借金の形であるダープへと嫁ぐつもりだったか。難色かといい、お貴族様はろくなもんじゃないな。ダスティネス家の負債額や理由も不明だが、カズマたちがどう解決するのかが楽しみだ。愛の形は千差万別。新たな愛を知ったダスト、お幸せに。芸達者というか声真似スキルすごい。借金で縛られて制約結婚、貴族らしい。ダクネスの求めに応じてたら多分バッドエンドになってたので、へたれたのは正解だけど残念。最後アクアに泣きつくカズマにちょっと燃えた。面白かった。ダスト、この前だけ出たモブさんかと思いきや、今回すげえ出てた。ダクネスの家に忍び込むカズマ、アクアの芸達者になる魔法のおかげでダクネスのところまでたどり着けたの、活躍しててくさ。要するに問題を解決するにはあの領主をなんとかしないといけないわけだな。そこでもう一つの神器が出てくるわけか。どう使えばそれで解決するのかさっぱりわかんねえけど。制作陣の中にダクネス推しがいるな。前々からダクネスの作画がガチになる時があったからな。アクアと同じくらい汚い叫び声出すダクネス好き。ララティーナ様のご乱心の声で衛兵が顔は絡めてるけど、明らかに一人歯を突きしてるだろ。いろいろとありつつもおそらくカズマへの好感度はカンスとしてそうな二人に対して、最初からずっといるのに一向に関係が深くならないダメ神が一人いるらしい。カズマさんにヒットアンドアウェイするメグミン好き。カズマみたいなヘタレガイがOKですよって言われて簡単に飛びつける度胸があるわけないじゃん。それにここで抱いたらまるで今晩限りにさよならみたいだろ。だから抱かないで処女も何も変態性欲親父に全部持っていかれる。美しい流れ。まあたララティーナがメス顔さらしてるよ。今期はメインヒロインだったね。アクアのお母さんムーブからしか得られない栄養。カズマが基本的に女子に対してヘタレって理解してんのはメグミンぐらいじゃないの？ちょくちょくカズマへアプローチはするけれど微妙な距離感取ってるし。おもろかったわ。女で腹筋割れてるのってそんなに嫌なもんなのかな。ダクネスとくっつくのかと思ったが、正直あんま恋愛要素は薄めでいいんだが、ラノベ読んでた時からこの回見たかったんだよね。くっそ面白かった。ダストの撮影なんて見とうなかった。ほんま今期のダクネスの周りに振り回されっぷり見てて楽しい。貴族の男と一緒にイタリーンを心配したダストと、アルダークと結婚するダクネスを心配するカズマさんが重なるよね。貴族と冒険者の身分の差っていう前半の件があって、でもララティーナっていう貴族にではなくダクネスっていう冒険者に戻ってこいっていう仲間たちが素敵よね。めちゃくちゃ笑ったダクネスが借金返すために。
あの気持ちの悪いおっさんに嫁ぐとかいう展開なはずなんだけどな。芸達者の能力、最低で最高だった。ダストの悲鳴が聞こえたらスタスタ歩き出すリーンとカズマクサ。まさかのアクア様の魔法が役に立った。すでに屋敷の皆様には変態霊嬢と思われてると思うのですが、尻尾がついてるだけで可愛いな。尻尾は反則。ギャグテイストで情けないとこがカズマさんの憎めないとこ。アクアにヒールを買うカズマ、これほど情けない姿も珍しい。ダクネスの家で事情が判明し、カズマたちが奮闘する様子に笑いあり感動あり、アクアの芸達者魔法の活躍は見どころ。ダクネスの部屋に忍び込み説得するが、頬は絡めるダクネスの姿に胸キュン。カズマのギャップも魅力的で大満足の一話。ダクネス可愛すぎる。好き。もう父親から公認じゃん。それなのに、このヘタレカズマ。他作品なら熱い説得になりそうなところを本作らしくふざけて見せるのが良き。仲間思いやラブも絡めて熱く見せるのももっと良き。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第10話に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。え？マジか。このスバで泣けた。それって、なんかすごくない？シリアス続くと退屈に感じるな。引っ張らず今回でダクネスの結婚騒動まとめて欲しかった。ダメ神がエンエンじゃねえか。ダクネス界だったけど今回はメグミンの方がヒロインしてたな。カズマがかっこいいじゃないですか。よかった、笑った、うるっときた。やっぱなんやかんや言って主人公はカズマさんですわ。バニルの悪魔感が実に良い。もしかして次回で最終回？アイリスとダクネスだけで1クール終わるとは。バニル有能すぎるやろ。カズマー、信じてたぞ。結婚式で花嫁を奪うなんてめちゃくちゃだけど、このタイミングの登場はカズマらしくて最高にかっこいい。これは責任取ってダクネスと結婚しなきゃね。ダクネスめちゃくちゃ嬉しいだろうな。お父さんも執事も喜んでくれそう。カズマさんイケメン。これからなのにもう泣きそう。あとカツラかぶったアクア様可愛すぎるんですけど。プチプチ踏み踏みダンスするミグミン可愛かったよね。仮にも花婿をめっちゃディスってる誓いの言葉に、見るのを一時中断するレベルでツボってしまった。声優さんはよく笑わずに読めるよな。そりゃそうなんだけど、デストロイヤーや洪水の剣が後々まで迷惑かけすぎな剣。カズマはまた変な魔道具でも作ってるのかと思ったら、プチプチって一番追い詰められてる人の行動やん。見通す悪魔バニルが語ったダクティネスケとアルダープの経緯。結婚式を壊すカズマさん。かっこいいぜ。カズマがかっこよかったな。やはり花嫁役立つは男のロマン。まあ、ほぼバニルの計画通りなんですけどね。今回の騒動。しかしダクネス公開の場で役立つされたら、もうカズマに責任取ってもらうしかないのでは。変装だ女神様も可愛いのです。ダクネス救出作戦。ダクネスさんの救援に動こうとしないカズマさんに大悪魔が転機をもたらすのが熱い展開。全財産と引き換えにしてみんなを救ったダクネスさんを。今度はカズマさんもまた同じことをして救おうとするのが良きなのです。原作の中でもかなり見たかったところだったから見てて軽く涙出ちゃった。バカバカしくもできることを頑張るアクアとメグミン。それにダクネスを支える従者が優しくて感動しちゃう。見通す悪魔バニルが語ったダクティネスケとアルダープの敬意に怒り浸透。マジこんな結婚式ぶっ潰せカズマさん。カズマたちパーティー愛が一番強いメグミン。結婚阻止に懸命に動く姿が泣ける。不再原因があのデストロイヤーとは驚いた。カズマは大義さえあればやる男だ。バニルがここまで事態を呼んでいたとは？プリーストのアクア。ダクネス奪還のカズマ。かっこよ。どう収集をつけるか楽しみだ。なんか最近ダクネスが異様に好き。金髪、爆乳、美人に弱い。このスバファミリー、ほんと大好きだ。3期やってくれて、ほんとありがとう。最後まで見届けます。カズマさん、基本クズマさんなのに、面白いし決めなきゃなときしっかり決めるからもう好きにならない要素ないよね。爆裂魔法とおバカで正体バレバレ。メグミンらしさ爆発の脅迫状。考えるより気持ちで動くのメグミンのいいとこ。カズマさん、王道の花嫁泥棒待ってました。
トイレの女神が悪魔退治で一瞬どうなるかと心配した。メグミンの仲間思いの熱さ、バニルの神が飼っている未来予知、アクアの罵倒付き誓いの言葉、そしてカズマのかっこすぎる登場からのダクネスを守る姿男の中の男だぜ。このスバ神作品すぎるだろ。終わらないでくれ。次回も楽しみすぎる。赤髪プリーストのアクアの最後の一言、涙が出てきました。ダクネス家の借金が一気からの伏線だったのね。ゴワールダープの悪用の証拠が出ればいいだけど、クリスが探している神器が関係してるのかなと推測してみる。アルダープ家に忍び込んでいたしね、クリス。まさか一気のあれが伏線だったとはね。今期はモブと思ってたキャラの存在感がアップしてくれて嬉しい。バミルは悪魔だけど、ちょこちょこ粋な計らいをして憎めないキャラなんだよね。今回はクライマックスへの導線って感じだったね。クライマックスはもちろんのこと、アルダープの結末もどう書くのか楽しみだ。カズマが拗ねてると思ったら実は心底心配してる。バニルによって借金の真実を知りカズマは動いた。ダクネスもずっと3人のことを思って複雑な気持ちで結婚式に臨む。アクアのセリフは爆笑しそうになった。初めてカズマがガチの主人公に見えた。最後のカズマには感動した。普段おちゃらけてる人ほど真面目になるとそのギャップで感動するよな。ダスティネス家が良い人ばかりでとても良き。バニルの見通す力には感謝しかないな。次回がものすごく楽しみ。バニル良いやつ、ウィズ可愛い。3期はダクネスが主人公だったな。クリスの出番ないの？一応ダクネスの友達なんだろ、あの女神。マジで初めてカズマがちゃんとかっこいい。これダクネスをメインヒロインにしないといけないだろ。カズマさんとバニルさんほんと好き。冒頭で、メグミンが床に置いてあるプチプチを歩きながら拾うところもヌルヌル動いていて作画すごかった。カズマあのプチプチ自分で作ったのかな？アクアもメグミンもダクネスを思って行動して、めちゃ仲間思いだよね。ダクネスも可愛いけどカズマお前ほんまかっこいいな。いざという時のお前には誰も勝てねえよ。ダクネス、こうしてるとほんと淑女なんだよな。ダクネスの激しい一人遊びについて詳しく。普段おちゃらけたやつほど、大マジな場面の時グッとくる。カズマはまさにそれ。すごくかっこよかった、しびれた。それにしてもカズマはかっこよかったな。普段が筋が通っているがチャランポランなキャラだった分、その反動がでかい。不良が雨の中子犬に傘を差すくらいのギャップ感。カズマさん、かっけーな。そしておっさん、やっぱり気持ち悪いな。ダスティネス家の借金はカズマたちの借金だったっぽいし、全額返済できるならおっさんも文句言えないだろうな。赤い髪の毛のアクアもええな。カズマ一味の仲間愛に胸が熱くなる。バカバカしくもダクネス思いのアクアメグミンに癖になる面白さ。アルダープの身勝手な結婚にカタルシスが待ち遠しい。カズマたちがデストロイヤー戦で借金を負わされる意味がわからん。納得できん。つまり洪水やデストロイヤーを作った長さんを転移させたり、危険な神器をばらまいたアクアが原因ってことじゃね。次回は壮絶なザマー回になるな。バニルのウィズのモノマネに草。このスバ声優はゲイ達者だな。やっぱりダクネス一番可愛い。これでダクネスにならないの作者の逆張りか。あのデブ貴族を芝居て3期はめでたしか。原作でも一番好きなダクネスの結婚式。言えることは一つ。カズマかっこよすぎるんだよな。カズマ、マジで今までで一番かっけえ。カズマの料理で1杯って、カズマさんがいつもおつまみ作ってたんやね。カズマさんの手料理気になる。めっちゃ美味しそう。今回はこの素晴らしい世界に祝福を。3期第11話に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。バツネス笑った。笑えるし一応丸く収まっていい最終回だったわ。バツネスさんお帰り。お前ずらだったのかよ。いい最終回だった。作感菊田だったが成績も出なかったし。いつも通り見たかったもの見せてもらった感じだわ。1クール楽しかった。本命ヒロインみたいな扱いなのに負けヒロインのバツネスさん。ダストのケツは大丈夫そうだな。かつてないシリアス回とか原作読んでる奴らが言ってたから見てたらいつものこのスバだったわ。てかメグミンが街を壊した借金はどうなるん？
アルダープの財産から出るやろ。3期にもなるとパワーダウンする作品も多いのに、1期や2期にも劣らず笑えて楽しめたな。ダスト元気そう。あの貴族とも仲良くやってるんだな。原作だと、アルダープに激痛与えて、そのまま地獄に引きずり込んで終わりだったからね。アニメはアニメでとっても面白かった。はよ、4期みたいな映画でもいい。まあ面白かったな。今期はなんだかんだで安定度ナンバーワンだろこれ。次は映画にするのか放送するのかまだ決まってない感じかね。まだ見れてないんだが4期はありそうな終わり方だった。ダグネスからバツネスになってしまったの笑えた。この素晴らしさ全開のいい終わり方でした。4期が待てない漫画はわしだけか。終始はちゃめちゃでおバカでうるさくてしっかりこのすばしてましたね。基本ギャグ振り切りなのにうるっとくる場面を楽しめるのは気づいてきたキャラ性と本作への信頼からかと。続編は決まってないようだがそのうちしれっと帰ってきそう。大断念でした。結局はバニルの手のひらの上だったってこと？マクスウェルの変がよくわからんかった。しかしオープニングのドラゴンは何だったんだ？てっきり借金返済のために倒しに行く流れかと思ってた。もっと見たかった。最高の終わり方だった。ダクネスの叫びのところチョイス。提供まで叫びが続いてて深夜に笑いました。カズマさん、バツネスはひどい。ありがとうこのスバ、4期待ってるよ。このスバ3期は今までで一番の出来だったんじゃないかってくらい面白かったです。ぜひ4期、5期もお願いします。この国の入籍は結婚式の朝にあるから、ダクネスはバツ1。バツネス。アルダープは神器で真実を変えるマクスウェルという悪魔を呼び出していた。しかし契約解除によりアルダープは代価を支払うことに。アルダープは死亡？一期からリアタイで追ってきた身としては本当に心に染みる大断念だった。とても綺麗に締めたが、この素晴らしく4期5期と泥臭く続けていってほしい。最高の最終回だった。このスバ、本当に素晴らしい作品です。おバカ4人組よ、永遠なれ。最後のバツネスは声出たわ。カズマがあらゆる知識と引き換えに20億を手に入れた。ララティーナの表情が豊かな最終回でした。4期待ってます。神器を2つも入手した上にランダムでは目に出した悪魔が忘れっぽすぎて、願いを叶えたことすら忘れたいかを踏み倒せる地獄の公爵。途中までは恐ろしいくらいに運がいいよなアルダークって。全てはバニルさんの書いた絵図通りに。魔王より強そうな悪魔の公爵。マクスウェル？が救われたようでよかった。テレビだとバツネスの叫びクレジット貫通してて草。最後は完全にバツネスさんが持っていったな。ああなるほど、やけに事態がうまく転がりすぎると思ってたら、最初っから全部バニルの脚本通りだったのか。普段はとぼけていてもさすがは大悪魔。バニル本当に有能だな。提供にはみ出た叫びは配信だとどうなるんだろう。シリアス会かと思ったら最後までいつも通りだった。息子も王子もララティーナと婚約を結んだところで、あの体を入れ替えるネックレスで乗っ取る予定だったんだよな。バツネスさんの叫びが提供クレジットにまで被ったの笑った。バツネスもメグミンもいいんだけど、アクア様が暴れ回り泣き叫ぶこのスバがまた見たい。入れ替わりの神器の裏ルールについてはあっただろ。ララティーナの相手にふさわしいのは第一王子。そしてアルダープは入れ替わりの神器を手に入れようとしてた。導かれる答えは一つしかない。カズマのバツネスの言い方最高だし言われたダクネスの顔めちゃ可愛い。おかえりダクネス。最高の最終回でした。笑えてかっこよくてちょっぴり感動すら覚えた。何があってもダクネスは仲間だよ。バツネスでも好き。親父さんも元気になったし、領主の悪巧みも全部バレて失踪したし、カズマの元には20億入ったし、冒険者たちもサッカーするし、良い話だなぁ。ウェブ版だと最後もっとエグい感じだったがだいぶマイルドにされてたな。マクスウェルの頭がちゃんとあったのは笑った。いい最終回だった。こうでなくては、だから借金のことを隠さずにクズマさんに相談してれば、バニルと不利な契約する必要もなく、
金くらいなんとかしてただろ。言うて20億の現金を即座に用意できる奴が結局バニルくらいしかおらんからな。それを言うなら最初からアクアがマックスの呪いに気づいて解除すれば偽りの借金を払う必要すらなかった。バツネスの叫びでしっかり落ち着いてるのはロタ。さすがこのスバ。っていうかダストを最終回で暴れさせるためにホモ貴族エピをやったのか。また、アニメ界の歴史を動かせましたな感動からの最高のオチ。アニメでは語られませんでしたが、カズマさんたちはララティーナとアルダープの結婚騒動が落ち着くまで、どこか遠くで畑でも耕そうと計画をしていました。クズマさんが呼ばいに行った時、アクア様を置いていかなければ。バニルってめちゃくちゃ頭いいのになんでカズマたちにやられたんだっけ。魔王軍にいるのが飽きたからわざと負けて遊んでるんだっけか。バニルは万人やめたかったから一度倒されたって2期で言ってなかったっけ。呪い解くためとはいえ、あのタイミングでぶち込むアクアさんはさすが。3期はカズマさんのかっこいいところが堪能できて最高でした。お宝を盗み、神器を盗み、指輪を盗み、花嫁を盗む。盛大に馬鹿やりながらみんなの心を盗み掴んでいくカズマたちの大活劇がなんとも楽しかった。このスバ面白かった。完結までアニメやってほしいね。病気で死を迎えていると思われていたイグニス教にかけられていた呪いをいきなり解除するアクア。アルダープの悪事も明らかになり一件落着。というよりバニルの手のひらで踊っていた感じですね。さすがは悪魔。ダクネス父も治ってしまう楽天会もこの素晴らしくて良い。バツネスさんもパーティ再加入で次の4期発表が待ち遠しいですね。アクアってやっぱりマジの女神じゃね。結局は全部バニルの手のひらの上か。バツネスになったくらいで丸く収まってよかったね。公の場でカズマの肉奴隷宣言したダクネスを結局責任取らずにただの仲間に戻すクズマさん。バツネスがトレンド入りしとる。ダクネスの婿でダクネス家に入れば、裕福に暮らせるのにそれをしないカズマ。アクアだけ病じゃなく呪いだと見抜いたのか。やっぱだ女神は優秀じゃないか。バツネスで終わるのなんかいいなぁ。早く続きをやってほしい。